こんにちは、すみやです。今日は新しいスマート望遠鏡、シースターについての第2回目です。ZWO 社のシースター S50 が4月13日に公表されました。どんな望遠鏡なのかをウェブサイトで詳しく見てみましょう。まず強調しているのが、世界最先端の天体観測技術をすべて詰め込んでいることですね。写真にあるような機器をすべて詰め込んだオールインワンの一体型望遠鏡となっているようです。望遠鏡と課題、天体カメラはもちろんのこと、ASI エアーも内蔵されているようです。さらに電動フォーカサー、フィルター切り替え機、レンズヒーターまでついています。それらをオールインワンの一体型スマート望遠鏡に仕上げていますね。重さ3キロと軽量なのも魅力ですね。さらに地上風景の撮影モードまであります。夜も昼も活躍してくれそうですね。天体観測革命の最も最先端の技術であるライブスタッキングモードを使って肉眼では見えない宇宙の姿に誰もが簡単にアクセスできる時代になりましたね。望遠鏡は口径50ミリの屈折式です。レンズは色周差のないアポクロマートが3枚使われているようです。望遠鏡には Wi-Fi と Bluetooth が内蔵されています。望遠鏡をスマートフォンから操作できます。驚いたことに、望遠鏡を水平に置けるセンサーも内蔵されていて、その情報がスマートフォンに表示されます。スマート望遠鏡もここまで来たかと唸らせてくれますね。内蔵バッテリーは満充電で6時間使えます。使いながら充電もできますね。内蔵されているセンサーと製図、さらにはスマートフォンの GPS センサーが連携されます。天体撮影で一番面倒なピント合わせもオートフォーカスが使えます。しかも風景モードでもオートフォーカスが使えますね。自動導入、自動追尾もお手の物です。スマートフォンで見たい天体を選ぶと、その方向に望遠鏡が自動で動いて追跡までしてくれます。もう地球の自転を気にする必要がなくなりますね。製図と天体データベースからスマートフォンやタブレットで選ぶだけで望遠鏡を操作できます。わずか数分で宇宙旅行ができますね。今夜見るのに最適なおすすめ天体も紹介してくれます。撮影した天体写真をすぐにシェアできます。最後に仕様を見ておきましょう。重さは 3kg。サイズは 142mm×129mm×257mm。バッテリー寿命は6時間。口径は 50mm。レンズはトリプレットアポクロマティックオプティクス。焦点距離は 250mm。センサーは IMX462。画像フォーマットは MP4、AVI、TIFF。解像度は 1920×1080。フルハイビジョンサイズですね。Wi-Fi は 5GB と 2.4GB に対応しています。使える温度が0度から40度までです。湿度は 60% 未満です。寒冷地の真冬はちょっと厳しいかもしれませんね。マウントモードは軽台モードです。一番気になるお値段ですが、公式サイトでは499ドル、6月末までは399ドル、日本円で 52,861 円です。しかも三脚までついてきます。ひょっとしてカーボン三脚なのかもしれません。それにしてもここまでできて5万円台で買えるとなると、恐るべきコストパフォーマンスですね。本日の動画は以上です。
ご視聴ありがとうございました。さよなら。